えこんにちは東京市高谷区から来ました安倍健太ですあとちょっとで26歳になります <laughs> 僕は今三田のクリオソリューションという会社で働いています総務グループで毎日パソコンや掃除の仕事を S S OK、もやっています会社の人たちはみんないい人たちで僕は会社が大好きです僕はい、いろいろなことに挑戦しています水泳は小さな時からやっていてバタフライも泳ぎますそして絵も習っています <laughs> 早稲田大学でレスリングもやっていてこないだものも 京都ままでで、えー、に得てきましたダンの友達がいいっぱいいて最高ですそれから K プラニングというプ,プロダクションで歌やお芝居のレッスンを受けてタレント活動もしています昨年 NHK の「バリバラ」というテレビ番組も出てとっても面白かったです 僕は5年前に運転免許証を取りました運転の試験はすぐに受かりましたが最後の学科の試験の時はとっても難しくて何度もお落ちましたでも絶対に取りたかったので頑張って勉強しました5週5回目にやっと 受かかっったたはすごく嬉しかったですでも怖いから今は運転はしません <laughs> え僕は、えー、男性は大好きですが、えー、知的障害という言葉は大嫌いですなんか頭が変だって言われてるみたいで嫌いです言い方を変えてほしいです一昨年 母が事故で急に亡くなりとっても悲しくて泣いてしまいましたでも父や姉や兄そしてその家族がいてくれるので毎日明るく頑張っています僕の将来の夢は可愛い可愛いい彼女を作って結婚することです 父には部屋も片付けられない奴には結婚なんで無理だと言われているので頑張って部屋を頑張って部屋を片付けますこれからも明るく元気に楽しく生きていきます聞いてくださってありがとうございましたバイケン太